はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちら、囚人脱出やっていきたいと思います。こちらですね、もうタイトル見たらわかると思うんですけど、まあ僕がね、もう本当に大好きな、フリーゲームを作ってくださってる、T&F さんがの最新作ですね。はい、なんと、前新作がね、眼球呪怨にだったんですけど、そっから1ヶ月もしないぐらいかな、1ヶ月ちょっとかなぐらいでも新作が出て、しかも今回ちょっと長そうなんですよね。前回が眼球呪怨の時が10分から30分 だったんですけど、今回なんと1時間から3時間っていうクリア目安がね、かなり、長く楽しめるんじゃないかなということでやっていきましょう。いや、この人の話はもう独特すぎるからね。で、今回は果たしてどんなステージなのか、どんな鬼の動きなのか、かなり鬼畜なのか、それとも意外と優しく面をみたいな感じで優しいのか。え、何これ、何これ、金牢屋。あ、そっか、今脱出だったもんね、囚人脱出だったもんね。もしかしてあれか、今回の鬼ってさ、その今回主人公側が囚人で、その鬼が、ま、監守みたいな感じなのかな。起きろ26番、いそうだ。いそう、そうだ、お前の身柄は別の刑務所に移される。どうして今さら移送なんて。知るか、さっさと出ろ。なんだ、処刑みたいな、あ、もしかして処刑場みたいな感じか。で、それで鬼を排出するみたいな。なぜ目隠しまでする必要が。どこの刑務所に連れて行く気なんだ。黙れ、質問一切受け付けん。はじめくんなんだね、今回の主人公。ああ、意外と広い。これ全然生活できますね。これ本さえいただければ一生ここで遊んで暮らしてもいい気がする。ここはどこなんだ。あら、いいベッドじゃない。全然良さそうじゃん。で、トイレも、ほら、トイレもさ、ボットン便所じゃないんだよ。あ、でもウォシュレットついてなさそうだな、それちょっと不満ですな。ここも入れない。じゃあここか。開かない。ようこそおいでくださいました。うわっ、え、お前鬼じゃないよね。はじめ様、他の囚人たちがお待ちです。集会室までお越しください。なんだ、他の囚人、どういうことだ。詳しい話は後ほど。それでは。他の囚人、やっぱりあれか、その鬼から逃げ切ったら釈放ですよみたいな、そうみたいな感じかな。どうなんだろう、消えたホログラム。とりあえずセーブしよう。セーブして、あ、今回画面が赤だ。ステータス、え、あ、父親の暴力から母親を救うため父親を殺した24歳の青年。ああ、まあでも母親を救うって言ってもね、殺人はダメだからね、その濡れ衣とかじゃないから、他になんとかしようがなかったのかなと思ってしまうけど、アイテムは特にない、スキルも持ってないよね。よし、じゃあ行こうか。今回完全に新しいマップかな、それとも、あ、これメオくんのマップに似てる気がする。でも部屋とかも新しく作ってる気がするから、んーと、ここ、あ、なんかか、あるね。ん、違うか、ただのヒビなだけか。まあ、で、このシリーズはね、基本なんだろう、ここ今はなくても後からそのアイテムとかね、ストーリーが進んでいくとアイテムが出現したりするので。さて、まださすがに出てこないでしょう、イベント何かしら出てこない限り。だからちょっとまず部屋を、あー、始まっちゃった。ちょっとまず部屋を確認したかったんだけどな。来たね、これで全員揃った。メジナ来たぞメジナ。今回は、今回死亡する方はメジナ君でございます。はい、必ずね、この作者さんの方は、このグラフィックで、かつ必ず魚の名前を入れて必ず死んでしまうという。あ、クズ、おせんだよクソ野郎。ヨズラ、あ、か、あ、で、ヨズラちょっと可愛いかも。私待つのは得意、ちょっと可愛いね。君たちはみんな君と同じ囚人だよ。今まで女子刑務所にいたんだけど、急にここにいそうになったのよ。俺もだぜ、あの仮面野郎、一体何を企んでやがんだ。皆さん、お揃いのよ、噛みましたね、トライアングルさん。実況者やめちまえ。皆さん、お揃いのようですね。君は誰だ。出やがったな、仮面野郎。あっはっはっは。元気があって大変結構です。
さあみんな揃ったんだから俺たちをここに連れてきた理由を話してくれよ。その仮面素敵。あらちょっとあれですかね、ちょっと遊び人ですかね。あ、まずやめてこはじめさん、そんなとこに立ってないで、どうぞお座りください。なんなんだ、どういう感じで選ぶ。殺人をしてしまったってことは死刑囚の可能性もあるよね。うん、それではあなたたちの現状についてお話しします。ちなみに私のことはヒントルマンジェントルマンでもヒルマンでもなくヒントルマンヒルマンです。お呼びください。てめえの名前はどうでもいいんだクズ、さっさと説明しやがれ。いいでしょう、簡単に説明しますと、あなた方には今からこの施設から脱出してもらいます。は？何言ってやがんだてめえ。いきなりわけのわからないところに連れてきておいて脱出しろだって。ヒントルマン、ミステリアスで素敵。あら、ちょっとなんかだんだんお笑いキャラになってきたぞ他人に頼らず一人で脱出するもよし、他の囚人と協力するのもよし、他の囚人を、脅して利用するもよし、どんな手段を使っても構いません。見事脱出に成功した暁にはあなたたちの罪は抹消され自由の身となります。マジかよ。ですがお気をつけください、この施設にはあなた方の脱出を妨害するものも存在します。下手をすれば死ぬことになるでしょう。カツオくん、ふざけやがって。どういうことだよそれは。素敵夜空ちゃん完全に惚れてしまいましたね。いや、なんか最初はすごいミステリアな子かなと思ったんだけど全然そんなことなかったわ。なぜそんなこと、あんたの目的は何だ。話は以上です、皆さんの健闘を祈ります。無視。あのクソ野郎、どうするつもりだ。脱出できれば自由の身、失敗すれば死。いや、でも死とは言ってなくない？妨害する者がいますって言っただけだから。ねえ、死ぬって言ってたっけ？あれ？俺たちが施設内を、さまよってる姿を見て楽しもうってのか。冗談じゃねえぞ。ちょっとね、画面がちっちゃいんですよ。ちょっとね、こまごました感じが出てくると、うってなりますのでね、ちょっとご了承ください。はい。どこへ行く気だ？うるせえ！あんな奴に遊ぶれてたまるか。さっさとここを出るんだ。一人じゃ危ないよ。どんな仕掛けがあるかわからないんだよ。てめえらみたいな腰抜けは邪魔なだけなんだよ。俺は一人で脱出してやる。おー、クズ、でもどうなんだろう。意外と、あのキャラって、やられそうだけど、意外と後で仲間になったり、あの映画のジャイアン的な感じ。可能性もあるよね。うん。待ってくれよー！メジナ、お前は死ぬけどな。まだ死なないと思うけど。やばい。女の子と二人だ。もしかして後で部屋に来なさいみたいな。君も一人で行く気か。私は好みの男としか一緒に行動したくないの。あ、ありがとうございます。僕と一緒に行動していただけるということで。イエス。なるほど、振られたということですか。やれやれ、一体なぜこんなことに。よし、とりあえずまあセーブしましょうか。いや、あれでも出てこないね。まだ肝心の鬼がいつもだとなんかここでも出てきてさ、みんなで逃げようぜみたいな、そんなんだろう、それでは健闘を祈りますって言ってバコーンって鬼が出てきて、そのみんななんか逃げろみたいな感じかなって思ったけど、そういうのではない。てかまだ鬼が見えないんだよ。いやでもさすがに登場するのはイベントで出てくると思うんだけどね。さすがにあれでしょ、いきなり何の予告もなく。ちょっと待って、どっちだ。まずこっち見てみよう。こっちっぽい気がするんだよね。こっちだよね。絶対こっちだよね。でもあの部屋、隣の部屋も気になるから、ちょっとそっちの部屋を見てからですね。あ、ここが鍵がかかってると。いやでも多分ね、いきなり出てくるのは、後だよ。いつもイベントがあって、なんだあれはみたいな感じになるから。じゃあこれゲットしましょうか。パソコンだ。パスワード？じゃあ、私の誕生日で。皆さんいいですか？これが僕の誕生日です。いいですか皆さん。覚えておいてください。3月26日でございます。おー、イエス。これで当たってたらびっくりしたんだけどね。さて、いや、来ないでしょ。まだ来ないよね。で、あとね、結構僕の中で楽しみにしてるのがあって、その男シリーズ、音楽。それが非常に楽しみでござる。非常食。てか、そろそろちょっと、さあ、どこに？お、イベント？え？姫？行ってみるか。鍵がかかってる。どこですか？ちょっと待って、どこ、ここですか？違う。待って、どこだ？
ここも多分後で周回するんでしょう。まず一回ちょっと、パート1でできれば、男がどんなやつかっての見せた、ああ！え？お前はもしかして、え？もうすぐやられちゃったの？え？こんな早く？おい大丈夫か？ああ、違った。いや、死にたくない。どうしてこんな目に？あ、死んだ。一体何が？え？なんだあれは。うわあ！